はい。どうなんだろう。忙しい中、こう集まっていただいたことにありがとうございます。ちょっと僕個人の、やり方なんで、参考になるかはわからないんですけど、一応こういうやり方もあるよっていうのをちょっと頭に入れていただければなと思っています。まあ、大まかにこうまとめて言うと、初回接客で外での時間の使い方、シャンパンを入れていただいた際の考え方であったりと、あとはお客様に対してのリスペクトのされ方っていう感じで、まずはこう話させていただきたいと思います。まず初回接客は目立つことをすごい一人一人が意識してほしいかなと思います。格好であったりとか髪型であったりとか、まあ、歩いてて目立つような格好をお客様から意識されることがあるので、髪色は明るかったりとか服装が明るかったりすると、まあ、目立って結構あの人かっこいいなっていう風になったりするので、結構呼びになることが多い。こう歩いてて あの人かっこいい、じゃあちょっと呼びにしてほしいなっていうので、まあ、指名にそのまま直接ね関連したりするのでやってほしいかなと思います。まあ、返してあげるっていうやり方やってるホストさんが僕はすごい多いのかなっていうふうに思って、だからこそ逆で前もって時間を使ってあげて、まあ、しかも見返りを求めない。見返りを求めちゃうと自分がこう先に何かしたことによって何もしてくれなかった時に、やっぱりどうしてもイライラしてしまったりとか、まあ、自分が勝手にやってることなのにお客様に対してイライラしちゃったりとか、うわなんだ時間使ったのに使ってくれないんだ、ムカつくなっていう風に思っちゃうと思うんですね。だから最初からその見返りっていうものがない前提として時間を使ってあげると、気持ち的にもすごい綺麗な気持ちでお客様に時間使ってあげれて、とりあえずね時間を使ってあげる、まあずっと長い時間いろっていうわけじゃなくて、まあ、何人も本当出会って何人もこういろんなことをして経験して失敗するっていうのが僕は他のホストさんとの差になると思うんで、時間を結構たくさん使ってみてください。時間がある限りは自分の知ってる女の子とたくさん会ってみる、でいろんな経験をしていろんな失敗をしてほしいかなと思います。どっちかっていうと失敗することによって、あこの女の子は自分と合わないんだっていうのがなんとなく結構分かってくるようになるんで、なんでたくさん会ってたくさん僕は経験して失敗してほしいかなと思います。僕はすごくたくさん失敗したのですごい良かったなと今は思ってます。新規のお客様とか、送りのお客様の生活の一部に自分がなると締め取れます。基本的にやっぱり自分が生活の一部になれば、それからこう依存していただくっていう感じですね。ただ一緒にいてあげる、ただ一緒にいてあげて携帯ずっといじってる、これじゃ意味がない。せっかく時間を使ってる意味がないんですよね。携帯ずっといじったりとか不安なそうな顔してると、やっぱ女の子のそれ伝わる、要は仕事として、時間を使ってくれてるんだなっていう風に思わせちゃいけないホストなんでね。一緒にいる時間帯とかは常にこっち側も楽しい気持ちで接してあげるし、あとはこう、まあ、女の子と何をしたら自分が楽しめるかなっていうのをまず、考えてあげる。でこの子他のホスト他の男の子としたことないんだろうなっていうのを、考えて自分で思い入れを作る。僕が実際にやったのは、当時僕YouTube とか TikTok 結構見てて、いちご飴とかなんかそういうのがすごい流行ってて、で僕はこう女の子と一緒に作ったりしました。それをただ僕は別にいちご飴を食べたかったわけでも、それを作ってみたかったわけでもないけど、一緒にやって楽しそうだな、これは他の男の子ホストとやったことないだろうなっていうのを自分で考えて、一緒にやったりしました。それはすごくね僕的には良かった。これはすごい例えなんですけど、他のホストの方、男の人がやってなさそうなことを一緒にやってあげる、要は記憶に残す、一緒にいるときはそういうことを考えて、でこうまあ、すごく生活の一部になっていくのはいいんですけど、まあ、その時結構ありがちなのは色ボケですね。好きになってしまう女の子のことを本気で、まあ、好きになってしまうことは全然いいんですけど、仕事に支障が出ちゃうと本末転倒で、何のために時間を使ったのか分からなくなってしまうっていうのと、この色ボケっていうのが結構やめやすい原因で高いですね。まあ、新人の子が結構可愛くて、まあ、軽く50万ぐらいお金使ってくれる子がいます。でその子と常に一緒にいることによって売上がどんどん落ちていくか、その子と、まあ、上がってしまう、やめる、パターンが結構僕は見てきてるので、まあ、その色ボケっていうのは、ちょっと気をつけてほしいなと思います。上司の方であったりとか、幹部の方がしっかり見てあげてほしいなと思います。色ボケっていうのはやっぱなかなか不快になってしまうとちょっと解消できないので、それになる前に、しっかりと見ててほしいかなと思います。生活の一部になってるっていうことは、ある程度やっぱり自分のことを支えてくれる状況になっているんで、できてほしいかなと思います。お客様に対してのリスペクトのされ方ですね。でこれ結構大事で、やっぱりこう尊敬って一番人間として大きな感情かなって思います。
きっていう感情と尊敬っていう感情っていうのはすごくあの女の子はついてきてくれやすいかなっていうふうに思います。でまずはこう有言実行ですね。言ったことを確実にやり遂げる、これめちゃめちゃ大事で、お客様と担当が離れる原因で僕がすごい一番多いなって思ってることっていうのは、あの言ったことを守れない、言ったことを忘れてしまう、例えば焼肉とかね、あのお寿司とか今度行きたいねとさりげない会話の中で、言った言葉を確実に覚えていて、それを必ず実行するっていうのがすごい大事で、で言ったことを忘れてしまうと女の子からしたらこの人約束破る人なんだってなってしまうんで、あの必ず自分の言ったことっていうのは覚えておくようにしてほしいかなと思います。そこであの違うホストさんと差が生まれてしまうんで、他のホストは守ってくれたけどここのホストは守ってくれなかったっていう意識認識にされてしまうと、あのかなりマイナスを生むことになるんで、自分の言ったこと約束っていうのは必ず守ってほしいし、覚えててほしいかなと思います。で、例えばホスト始めたての人だったり、自分のね既存の出来たてのお客様に対しては、例えば、まだ掃除抜けてないキャストであったら、必ず掃除抜けてみせるとか、絶対掃除抜けたいんだよねってお客様にまず伝えること、それは全然恥ずかしいことじゃないし、あのむしろ言った方が絶対いいなっていう風にあの思います。やっぱり応援したいって思ってるから来てると思うし、好きだからこう来てくれてると思うんで、その掃除を本当に抜けたいっていう思いとか、この人に勝ちたいとか、年間ナンバー入りたいっていう気持ちはガンガン、お客様従業に伝えた方がいいかなっていう風に思いますね。あの言霊って言って本当にそれが叶うパターンっていうのがかなりあるし、やっぱり言うことによって自分がプレッシャーになってるのと、あとこうお客様がしっかりあのついてきてくれやすいので、あの言った方がいいです。でプラスで自分が掃除抜けをしたいっつってずっと言ってて、掃除抜けをするとそれが有言実行になるんですよね。あ、この人言ったこと本当にやる人間なんだ、じゃあ役職絶対上がりたい、役職上がりました、この人って本当にできる人なんだ、でそれが尊敬に変わる、要は言ったことを有言実行してるんで最初に、でそれが尊敬に変わるとリスペクトしていく関係っていうのはすごいいいので、長く続くと思います、自分のお客様と。はい、言ったことっていうのはやっぱ確実に守った方がいいっていうのと、プレッシャーになるので、例えば自分が休みがちだなって思うとするならば、じゃあ俺は最初の月初ミーティングで1ヶ月絶対休まないです、でどん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 自分の目標をクリアしていく、でそうすることによって有言実行、要は信頼できる人間ですね、信頼できる人間にあの見てもらえるっていうので、まずやることは口に出して、で必ずそれを成功できるようにやってほしいかなと思います。でお金を使っていただける理由っていうのは、もちろんかっこいい好きっていう気持ちもかなり大事なんで、それもあると思うんですけど、やっぱりねこの尊敬心というかリスペクトが僕はかなり大きいと思うんで、ちょっとそこをね意識していただけたらいいかなと思います。でこう営業中ね、あの全てにおいて基本的に目立った方が良くて、こう大きい声をね僕が出した方がいいと思います。営業中楽しそう大きい声、まあそっちに目が向くなって、僕が女の子だったら思うんで、あのこの大きい箱の中でも一番目立てる人間は絶対に売れていくなっていう風に思ってるんで、目立つことを、意識してほしいなと思います。それはいい意味で、あの悪目立ちじゃなくて、あのかっこいいであったり面白そうだなっていう意味で、あの目立つとすごく、好印象であったりとか、あの人何なんだろうってやっぱ思うと思うんで、知らないお客様はでこうねやっぱ呼びとか、あなんか見ちゃったなっていうので、先になんかこう、まあ、女の子から気にかかったじゃないですけど、そういう意識、潜在意識があるので、あの目立ってほしいなっていうふうに思いますね。あの悩むことっていうのはやっぱたくさんある中で、僕はそれを絶対店では出さないですね。あのめちゃめちゃ体調悪くても明るく本当に笑顔で毎回女性にはこう接客するようにしていて、まあ、それは従業員にももちろんこう後輩とかにも本当はめちゃめちゃイライラしてるしすげえきついなっていう日も笑顔で挨拶するようにしてやるようにします。それはちょっと自分がホストとしてこうプロっていうね、あの自覚を持ってるから多分できるんだなっていうふうに思うんで、まあ、こう皆さん一人一人が今プロだと思うので、あのそれをちょっと忘れないでほしいかなと思います。でこう最後になるんですけど、まあ、絶対常に負けたくないって気持ちをね、あの持っていた方がいいと思うし、こう常に勝ちたい気持ちを持つっていうのと、まあ僕たちはこう給食ではなくね、ホストをさせていただいているので、真剣に稼がないといけないっていうので、まあ、常に焦りを持って仕事した方がいいかなと思います。でなんだかんだでこうやっぱ真面目が、一番かっこいいなっていう風にこう思いますね。まあ天狗になったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そうじゃなくてこう真面目に仕事してるんだよっていうの、ホストだけど、ホストって一番なんて言うんだろうな、まあ知らない人からしたらどんな仕事してるのって思うと思うし、結構イメージ良くないなって思います。やっぱ印象的には良くないからこそ、
やっぱり真面目に仕事をするで、まあ、一生懸命こう頑張るとやっぱ絶対見てる人っているので、それが絶対プラスになるんで、休んで売り上げ上げてる人とか、まあ、ちょこちょこいると思うんですけど、僕はやっぱレギュラーで頑張ってコツコツ毎日出勤してる人間が勝つと思うし、たくさんね経験してる人が勝つと思うし、ホストに対しての気持ちが一番熱い人間が勝つと思うんで、そういうのにいいなとか思う気持ちもすごい分かるんですけど、なんか全然たまパッて出勤してきてパッて売り上げて、で、あすげえかっこいいな、めちゃめちゃいいなって思うかもしれないですけど、そういうわけじゃないと思いますね。やっぱり本当に毎日出勤して毎日初回ついてで毎日こうドンハーフタ行ってっていうホストが必ずね売れると思うんで、みんながそうなってくれれば僕はすごいいいなっていう風に思います。なんでこうやっぱ一生懸命仕事をねしてる人間にこう魅力を感じて、男の子も女の子もついてきてくれると思うんで、しっかり一生懸命やって、ただ遊ぶ時はね全力で遊んで、こう仕事をする時も全力で仕事をするっていう、でそこが一番なんじゃないかなって思うんでね、常に全力で、でも抜く時は全力で抜いて、遊ぶ時も本気で遊ぶ、まあ人生が成功するかなっていう風に思ってるんで、ちょっと皆さんもぜひやってみてくださいということで、こう以上になるんですけど、なんかこう質問などありますか？結局なんか顔いい人が多く、店で数えられるぐらいしか店外をしたことなくて、売りかけをした際に入金日間に合わなかった、まあどういった対応をしているのかなと。待ってらっしゃいどうなんだろう。